えーとなんか酔っ払う前に先にもうさっさとタイトル回収しちゃいますけどえっ、ー、と現場で命をかける狂うとを感じる軽んじる茶の間の素人っていうのしたんですけどあのまあ昨日のそのアベマプライムでも知ったんですけどあの SP の人とか警備の人のミスだよねとかなんかその警備の人たちけしからんよねみたいなことをその まあ普通に安全なところにいて Twitter とかで書いてるような人たちが割といっぱいいらっしゃるのを見てなんかどうかなと思ったんですよね。あのまあ結局その,その現場に行ってない人がまあ後からその全ての事情を知った上でこうだったよねっていう話をするのって基本あのじゃあ同じところにあなた行ったらできますかってできないんですよ。 まずあの大体そのここが間違ってるよねってあの安全なところから言う人のよくあるパターンが犯人が一人で持ってるのは銃である銃のようなものであるっていうのが分かっった状態ででの対処法を言ってるんですよだから一人なんだからみんなで囲んで抑えればいいじゃんっていやいやあの状態で一人ってなぜ分かったのじゃあその最初に音が鳴りましたで あの音ってその、まあ、日本の人って銃の音聞いたことがない人だと思うんですけどあの音って銃声の音とは違う音なんですよ。 あの、まあ、その、例えばじゃあ、えっ、ー、と、44マグナムって言われる、あの、まあ、デザートイーグルとか、あの、なんかクリーンストイー,ーストウッドが撃ってるような、割と有名な、あの、口径のでかい銃があるんですよ。要はその、銃の弾自体がでかいので、あの、まあ、そのマグナムって言われてて、それ威力高いよねっていうなんですけど、じゃあ、それの口径何センチかっていうと、1センチぐらいなんですよ。だ大体いい僕の指の人差し指分ぐらい。 では人差し指紋ぐらいの,その筒に弾が入ってその出る時の音っていうのがあの威力がでかい銃だよねっていうので言われててでそれの音っていうのも乾いいたパンっていう音なんですよではその1センチの筒をそのあの押,され押し出されてその火薬とかで押し出されて音が出るすごく乾いた小さい音なんですよ。 なので、その音を聞いたんだったら、確かに SP の人も10だよねって気づいたかもしれないんですけど、あの音って、どちらかというと、ブンっていう、あの、太くてでかい音なんですよね。で、あの、その、太くてでかい音に近い音で、日本で聞いたことがある音って、あの、車のバックファイアの音が近いんですよ。 あのまあ最近の車だとないんですけど昔の,あのマニュアルの車とかであのそのエンジンかけてそ回そうとするとあの後ろの排気管のところからその逆風してあの火が出てボンっていう音がすることがあるんですよねバックファイヤーっていうであの音の方が近いんですよでそのまずそもそもあんなにでっかい音した時に、まあ、バズーカかなって思う可能性もあるんですけど、まあ、そもそもバズーカの音聞いたことある人いないよねとで銃かなっていう音でもないんですよ で、さらにじゃあ、あの白煙が当たった、上がってるから銃だって気づくみたいなこと書いてるしかないですけど、あの、普通の銃はあんな白煙上がりません。<laughs> あの、銃って普通に薬莢っていうのがあって、その中で火薬が爆発して、あんな煙もくもく出ないんですよ。なので、あれがじゃあ、音聞いた時点で、まず銃ではないよね、と。 まあそう、あの、モンゴルの人たちが昔あの、福岡を攻めるときに使ってた鉄ハウの方が多分状況近いと思うんですけど、で、その、まあそのでっかい音が鳴って、で、さらに白煙が上がってるっていう時点で、その何か電子機器が爆発したのかなっていうのに近い白煙なんですよね。あの、携帯電話とかたまに爆発することあるんですけど、で、ああいう時に割とあの、ああいう白煙が上がったりするんですよね。なので、あれを見て銃だなって思う方がまず少ないんですよ。 でさらにそのなんか銃だって分かったんだから1発目は仕方ないけど2発目が鳴る前にその安倍元首相を倒して安全を確保するべきだみたいなことをネット上で書いてる人ってちょこちょこいるんですけどあれ現場ででは間違いなんですよまず日本の場合って銃で撃たれることというのはほぼありませんスナイパーで撃たれることはほぼありませんで日本で一番襲われるパターンで多いのは刃物で近づいてくるパターンなんですよ。 なので要人敬語の場合にまずその 刃物を持って近づいてくる奴をどう避けなきゃいけないかっていうので、周りを見て安全を確保するんですけど、じゃあ、どこから攻めてくるかわからないときに、安倍首相を倒しましたって言ったら、安倍首相動けないじゃないですか。したら、そのまま後ろから防寒が来て、わあ倒れてる安倍首相を刺そうぜ、バシバシ,バシって刺したら、それで終わっちゃうんですよ。なので、その、まず、相手の防寒が何人いるかわからない、武器がわからないっていう状態で、その、倒すのが正解であるって言ってんのって、その、 今、僕らが見たら、映像とか見て、あ、一人だよね銃だよねじゃあ倒したら助けられたかもしれないよねっていう、そ完全に結果論の話をしてて、そもそも論、通常人が襲ってくるんだったらハムだよねで、あそこはガードレールがあったから、いきなり攻めてくることはないよねっていう状態で、その安倍首相を倒すというのではないと。仮にじゃあナイフを持って突っ込んでくる奴がいるとしたら、要はその、後ろで音を出すっていうのが、そなんかその気を引くための、そのあの、なんかあの、作戦の一つとして、 で他にナイフ持ってくるやつが突っ込んでくる,るとしたら人数が多い方正面を見るのも当然なんですよ。で襲ってくるやつに合わせて安倍首相をどこかに避難させる。 いや、その、3人とか4人とかで襲ってきた場合に、そいつらと反対側も逃げた方がいいよねと。で、そこの間に SP とか警護の人入った方がいいよねっていうのがあるので、安倍首相が動けるようにするが正解なんですよ。一発目で撃たれてて安倍首相が動けないみたいな状況って基本想定されてないんですよね。一発目と当たってないっぽいリアクションだったしね。っていうのもあるので、その、 なんか、俺だったらすごいできるぜっていうのを、元 SP の人とか言うのであれば、ああ、そうかもしんないねって話なんですけど、その、SP の経験もないようなやつが、なんか SP 消しからんとか、敬語は消しからんとか、いやいや、お前ら何言ってんだよっていう、その、まあなんだろうね。あの、まあネット上で酒飲みながらベラベラ喋るような、まあ、娯楽でやるなら別にいいと思うんですよ。僕は今娯楽でやってますけど、 ただ、その、結局、その、警護の人とか、その、SP の人って、あの、命をかけて働いてるんですよ。で、その、ナイフで刺してくるような奴がいたら、その人と要人の間に入って、あの、自分が刺されるっていう訓練を受けてるし、で、じゃあ、その、前回の、じゃあ、その、銃持ってる奴に、立ち向かってるんですよ。で、あの、なんだか銃だかわからないバズーカみたいなの持ってる奴に、その、まず、差し押さえに出てて、で、どうやらその、3発撃てる銃だったらしいんですよね。なので、1発弾あるんですよ。 だから取り押さえに行っっったた人てて間違ってたら死んでるんででるすよその犯人の人がその2発撃って3発目を撃たなかったからその取り押さえに行った人で取り押さえられてるんですけどもう一発撃ってたら取り押さえに行った人って死んでるんですよ。なのでそのなんか現場でその命をかけて体張った人に対してお前らのせいだとかお前らが手抜いたからだとかってそのなんでそんなことおっしゃるの いいうのが僕はすすごい気になるんですよね安月給ではないって別にその大して給料もらえるわけじゃないからね。で結局その対してそのじゃあなんかその敬語手当とかをもらえるわけでもないんですよ。要はその多分その奈良の県警の人とかだとせいぜい5,000円とかそういう手当ぐらいしか出ないと思うんですよね。でそれで命を懸けてるんですよあの人たちは職業だから。 でなんかそういう人が、まあ、例えば消防士とかってあの下手すると死ぬ職業なんですよね。で警察官とかもその、まあ、今だとワクチンありますけどちょっと前とかだとそのコロナってまだ若い人にワクチンが行き渡らないよねっていう状態でなんか頭のおかしな人をさしとと取り押さえたりとかしなきゃいけないとかでなんかその伝染病とか病気とかになるかもしれないよねとかでその刃物持ってる頭のおかしな人と戦わなきゃいけないよねっていう,そう体張った職業の人たちなんですよ。 なんでその体張った職業の人たちがその 間違った行為もしてたにも変わらず、やったこともねえやつが、そのなんか茶の間で、もうあいつら間違ってるよとか、あいつらのせいで安倍首相死んだよって、いや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 、お前ら何なのっていうのを、本来これ僕の役目じゃないと思うんですよ。どちらかというと、僕その IT 系であの座りながら金を稼いでる側で、そのなんか体張って稼がなきゃいけないとかって無能だよねって言ってる側のキャラじゃないですか。 なんかあの別に机に座ってキーボード縦いだ,いだけでお金儲かってるから全然楽勝っすよってなんか現場仕事とかってしない方が人生楽なんじゃないですかっていう側の人のはずなんですよ僕どちらかというとでもなんかその僕がそのなんかそうそっち側を言わないでなんか現場の人をちゃんと尊重しましょうよって言わなきゃいけないってちょっと社会どうかと思うんですよっていうのを思いました っていうねあのというところからスタートなんですけど大丈夫かななんか回線ちょっと止まりがちだったんですけどもはい。